質問。浪人は無駄ですか？これには賛否両論あるんやけど、ぶっちゃけ無駄ではないで。たとえ実力があっても、なぜかその日振るわん時ってあるやん。その時が試験に来たらどう思う？なんか理不尽やと思わへん？落ちた原因がサボってきたことだけではない。学習スピードが遅いものもおる。効率で学習範囲を終えられなかったものもおる。そういう人たちが背伸びできる素晴らしいシステムなんや。まあ勝ちを経験した方がええとかいう意見もあると思うけど、それやったら模試の間違い直しがあんだけ効果的なのなんでやろ。そもそも無駄というなら人生はいつか死ぬんやから無駄やで。なら浪人以上にそぎ落とせる無駄って人生にいっぱいあるの違う？それに無駄かどうかは結果論や。そもそも人の行動に無駄とかそういう価値観を押し付けるやつがまともな人間なわけないで。